はい、こんにちは、 Q さんです。いつもありがとうございます。9月30日、ある意味 Q さんの日です。今日は今回のチャリ旅、唯一自転車に乗らなかった日です。夜は大津トークライブ、昼をだいぶ過ぎたんですが、突然のもぐもぐタイム。本当は琵琶湖名物ブラックバスバーガーを食べたかったんです。高速道路の大津サービスエリアまで歩いて行ったんですが、あいにくとブラックバスバーガーは売り切れということで、お腹も空きましたんでカレーをいただいております。琵琶湖らしさは全然ないんですが、このカレーは2つの味が楽しめるダブルカレーなんですね。コロッケもつけました。ちなみに僕の兄貴はカレーを全部ぐちゃ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 って混ぜて食べます。その方がうまいんだよってね、昔切れまくってましたけども、そんなことあるかいなとよく喧嘩をしたものです。やっぱりカレーは白ご飯とカレーを半々にして、まるでスプーンの上に小宇宙を作るかのように味わうのが王道じゃないかなと思います。でもカレーはいつ食べてもうまいものですね。カレーっていいですね。それでは夜大津トークライブです。はい、今から大津セミナーですね。琵琶湖の前にいます。時刻は6時ちょっと前。いいですね、すごいのどかで。大津はとてもいいところだと思います。本当に今日はゆっくりできました。では行ってきます。はい、琵琶湖セミナー終わりました。琵琶湖セミナーバックは琵琶湖です。今回のチャリ旅、全10カ所のうち9つ目が終わりました。残すところ神戸のみです。そしてその翌日は福岡に戻りまして、福岡の月1のセミナーがあるわけです。今日は9月30日、ある意味 Q さんの日であり、明日から世界がガラガラと変わってくるわけです。まあ、これまでね、9カ所でトークライブしてきましたけども、おそらく8割以上は被ってないんじゃないかなと思います。その時々参加者さんからテーマをもらったり、その時に降ってきた話をするんですよね。今回は例えば弘法大師空海だったり、そしてこの大津はある意味仏教、そしてこの国の成り立ちと深い縁を持つ場所なんですよね。その場所で日本の総理がまた変わり、そしてさまざまな規制が解かれ、新しい時代を迎えるっていうのはとっても感慨深い気がします。2500年前にインドはルンビニーというところで生まれたお釈迦様が、悟りを求めて国中を歩き回ったわけです。苦行を繰り返し、それでも悟りは開けない。その時ブッダガヤのある川で一人の少女からミルクガユをもらったわけです。その少女の名前をスジャータというわけです。スジャータという女の子からもらったミルクガユを飲み、そして息を吹き返し歩いて菩提樹の下で7日間瞑想にふけたわけです。その時に悟りを得たわけです。そしてその悟りを世に広めなさいというミッションへ、サルナートというところで動物を相手に話を始めたわけですね。おそらくこういう芝生の上だったんじゃないかなと思います。その話を聞きに来る人が増え、一団ができ一つの教団のようにもなった。だけどもお釈迦様は別に宗教を作りたくてやってるわけじゃなくって、悟ったことをみんなに話してるだけ。その時その時でいろんな例え話を交えながら話をしてるだけ。それを聞きに来る人がいるだけ。今僕がやってることもなんとなくそんなことに近いのかなと思う。今日話したのはね、この世の中は情報でできてるっていう話なんだよね。実はこの話自体はマーケティングの話をするだけでも結構あるあるなんです。なぜこの資本主義では多額の広告費を使って商品をアピールするのかって話ね。100円のジュースの中にその原価としての値段はどれぐらいかというと、多分、まあ、5円もないんじゃないかなと思うんだよね。もちろん、まあ、缶なら缶、ペットボトルならペットボトルの原価代もあるんだけれども、そのほとんどがおそらく9割以上は情報代なんだよね。今日
参加者の中に多いお茶っていうペットボトルのお茶をね持ってきてる方が2名いらっしゃったわけですよ。でもあれは単なるお水をお茶っ葉で濁らしただけのものなんです。そこに多いお茶という緑色のラベルを貼ってネームをつけて150円で売ってるわけなんですよね。その物理的な価値そのものは多分150円なら150円のうちのまあ5円もないかなと思うんです。それにペットボトルやパッケージの原価が入りだけども、そのほとんどが多いお茶という名前、その売り出し方、人件費、プランニング代、つまり情報によって占められてるわけです。で我々は情報を買ってるんだよね。情報でできてるわけですよ。でももしそのパッケージに多いお茶と書いてるその真横に犬用って書いてたらどう思います？つまり犬が飲むお茶なんです。中身は全く同じなんです。単純に一つのいたずら心でもいいです、シールを貼り付けるでもいいです。コンビニで多い茶を手にした時に犬用というラベルを見たら買いたいと思うでしょうか？多分思わないです。たった一つの犬用という言葉によって購買意欲が激減するわけなんですね。我々はまさに情報を買ってるっていうそのものじゃないでしょうか。この世の中も情報なんです。自分は貧しいんだ苦しいんだというのも情報なんです。この世の中は悪魔に満ちてるっていうのも情報なんです。でも逆にこの世の中は天使しかいないよねと、俺の周りは天使で満ち溢れてるんだと、もう花しか咲いてないんだよというのも情報です。同じ情報なんです。でその情報は元からあるわけじゃなくて、自分が全部その情報を選んでるだけなんですよ。多いお茶というお茶を自分が選んでるだけなんです。もしそこに何にもないパッケージも何にもない単なる濁った水がボンと透明の瓶の中に入ったら、それ買いたいと思わないでしょう。でもそれを選ぶ自由もあるんだよね。まず前提は、この世の中は、世界は、宇宙は情報で成り立っている。 Q さんというのも情報です。 YouTube で喋ってる中身も情報です。ラーメンもうどんもちゃんぽんも情報です。ここに滋賀県近江という名前がついてるのも情報です。物理的な制約なるものというのは世の中には実はほとんどないと言っていいです。我々は情報を消費し、情報を生産し、情報の中で生きてるんです。そしてその情報は誰でも一瞬に変えられることができるわけです。今ここに一つの封筒があるんです。ここにご祝儀を入れていただきました。これは封筒というものなんです。で、このものを例えば念力で白ですけども赤に変えることは難しいです。できないです。物理的な制約というのはそういうものなんですね。でもこのご祝儀は僕の人生をめちゃくちゃ豊かにするし、これを入れてくれた人はきっとお金には困らないだろうなというふうに思う。僕も思ってる。そしてこれを入れた人もそう思ってるんであれば、それはその世界になるわけです。その逆の言い方もできるわけです。この白を赤に変えるという物理的なものを変化させることは不可能なんだけども、でもこれが幸せなご祝儀なんだというふうに思えることはすぐにできるわけです。逆にふんというふうに思うこともできるわけです。それは僕が、そしてこれを払った人が、今日参加した人が自由に情報を選択しているだけなんです。じゃあどんな選択をしますかっていう、ただそれだけ。それが目の前に広がってるだけなんですね。今言った話ってのは僕がいつも言ってる話かもしれませんが、それもまるで説法のようですね。おそらく2500年前にお釈迦様もそうやっていろんな話を交えながら、いろんな悩みを解き明かして歩き回ったんだなと思う。そして僕は今自転車に乗って多くを回り、そしてたくさんの人に会って、その目の前の人がちょっとでも昨日より良い自分、今日よりも良い明日をチョイスできるような、そんなきっかけができればいいなと思って回らせてもらってます。
いいですね琵琶湖。とっても豊かな時間を過ごさせてもらってます。皆様のおかげです。次は神戸です。機会あったら話を聞きに来てくださいね。そしてもっと機会があったら一緒に飲みに行きましょう。ありがとうございました。